各馬ゲートに収まり、今ゲートが開きました。人気のサヨモメイト、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くでしょうか。ナミューを先行を伺います。ブラルモプター、先行体制です。外からヒーローポール、そしてここにいましたゼッケン9番、注目のサヨモメイト、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。内側のこの位置にピハノオクトパス、外目からはミンゾイチャネル、内に5番パワーブローキング、外から追走ユアキフコイン、その後方からアイブランド、続いています。内にいるのはモールドファイヤー、救済はマーフリンビ、外からキングスコンボーイ、外から12番アホロビビ、内を下がらずモダスモペランディ、そして進学にプリモドラゴン、こういった体制です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はラミュー王、3、4馬身離れてオラルモプター。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はラミュー王、後続との差はまだ4馬身、少し離れて2番手にオラルモプター、14番モールドファイヤー、ここで上がっていったラミュー王、4コーナーを先頭で駆け抜けます。オラルモプター、追走ピハノオクトパス、上がってきているユアキヒコリ、現在4番手イオンコール、追いすがる、外からはアイブランコ、モールドファイヤー、追走、外からはマーフィンビ、さあ残り200、先頭ここでサヨノメイチャ単独先頭、2番手はユアキスボリー、単独先頭、外ユアキスボリー、続いてパラーブローキング、サヨノメイチャ先頭でゴールイン、勝ったのはサヨノメイチャ、続いてパラーブローキング、リンドウチャネル、と入線。勝ちタイムは1分52秒3、勝ちましたのはサヨノメイチャ。緊張の一瞬です。体制完了、スタートしました。人気のサヨノメイチ、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。中からヒーローポール出てまいります。それを追ってラミュー王、2番手の位置ミンゾイチャネル、この位置から内に並んでコラルモプターン、その外にピハノオクトパス、続いています。半年ほど遅れてユアヒフコイン、サヨノメイチこの位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。内をじっくりとパワーブローキング、外外を回りましてアイブランコ、1馬身差でキングスコンボーイ、そのうちにモダスオペランディ、外外を回りましてモールドファイヤー、内をじっくりとアホロビビ、救済はマーフリンビ、そして最高峰にプリモドラゴン、先頭からしんがりまではおよそ10馬身、ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭変わってラミュー王、その外にイオンホール続いています。さあ先行集団が接近してきました。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はラミュー王、残り600のハロン棒を通過しました。2番手追走はイオンホール、リンゴイチャネル、早くもここで動いたラミュー王、4コーナーを先頭で駆け抜けます。イオンホール追走、内をついてフラリオプターン、やってきているユアキフコイン、上がってきているキングスコンボーイ、追走イオンホール、外から並びかける、外からはピハノオクトパス、さあ残り200、イオンホールわずかにリード、続いてその外にユアキフコイン、リンゴイチャネル伸びてきている、一頭抜け出したリンゾウチャネル、今ゴールイン、勝ったのはリンゾウチャネル、2着にはヒーローポール、勝ちタイムは1分52秒3、勝ったのはリンゾウチャネル。緊張の一瞬です。体制完了、スタートしました。人気のサヨノメイチ、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くでしょうか。うちの方からスーッとラミューを出てまいります。オラルモプターン、スーッと後位に飛びついていきます。サヨノメイチこの位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。うちの方ヒーローホール、外外を回りましてピハノオクトパス、いい感じで折り合っています。リンゾンチャネル、内側のこの位置にパワーブローキング、半端にこの遅れて
アイルランド、1位並んでリュアヒフコリー、その後方からキーユヒコンボーイ続いています。外から差がなくオレンジの帽子アポロビビ、そのうちにモダスオペランディ、キューサイダ、マーフリンディ、その外にモールドファイヤー、そして最高峰にクリノドラゴン。先頭からしんがりまではおよそ15馬身、火花を散らす15頭。鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。残り600の波乱棒を通過しました。先頭はランビュー王、後続との差はまだ4馬身。各馬これから直線に向かいます。内から必死にオラルオピターキハノンコパス、現在3番手。内からイオンコーン、現在5番手の位置。アイムランド、あたりも来ている。アイムネイチ、ここで先頭に立ったミュアピフコリー、清掃単独先頭。続いてレインゾンチャネル、サヨノネイチャ、サヨノネイチャ。続いてレインゾンチャネル、ヒーローコール、サヨノネイチャ先頭。続いてレインゾンチャネル、サヨノネイチャ。今ゴールイン、勝ったのはサヨノネイチャ。続いてレインゾンチャネル、3着にはヒーローコール。勝ちタイムは1分52秒1、勝ちましたのはサヨノネイチャ。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のサヨノネイチャ、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が入るでしょうか。内の方からスルッとランビュー王出てまいります。オラルオピターン先行体制です。ヒーローコール続いています。外から7番キハノンコパス、外目からはユアピフコリー、サヨノネイチャの位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。パワーブローキン、その内を通ります。リンゴンチャネル、外から追う形、外外を回りまして、アイブランド、内側のこの位置にキーユヒコンボーイ、キューサイダ、マーフリンディ、外よりゴールドファイヤー、アポロビビ。内を行きます。内にいるのがモダスオペランディ、そして最高峰にクリノドラゴン。こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はランビュー王、3、4馬身に離れてオラルオピターン。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はランビュー王、後続との差はまだ3馬身。これを追って2番手にオラルオピターン、ノールドファイヤー。早くもここで動いた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。オラルオピターン上がってきている。イオンコール、清掃ユラピフコリー上がってきている。キハノンコパス、追いすがる。外からアイムランド、キングヒコンボーイ、あたりも来ている。パワールーキン、苦しい体勢。さあ残り200、ユラピフコリー、ここで先頭に立った。単独先頭、ヒーローボール伸びてきている。ヒーローボール先頭、ヒーローボール先頭でゴールイン。勝ったのはヒーローボール。2着争い、キングスコンボーイ、レンゾンチャネル。この2頭の体勢は微妙。勝ちタイムは1分52秒2。勝ったのはヒーローボール。